神は、イニシエより、我が王なる BWV71 は、ヨハンゼバスティアン・バッハが1708年2月4日の、ミュールハウゼン誌3時会員交代式のために、作曲した教会カンタータ。全7曲からなり、バッハの生前に印刷符が発売された、唯一のカンタータとして知名度が高い。初版のタイトルページ誌3時会員の交代式のために、バッハは、 ミュールハウゼンでこの71番をライプツヒで119.193、120.2969番の敬語曲を残している。両氏は両師が直接支配するバイマルや経典と違い、死の有力者で構成する三次会で姿勢を担当していた。そのメンバーが神の午前での交代式を取り行う際にバッハのカンタータが演奏された。前述のように初演直後に ミュールハウゼン氏が印刷出版している。バッハの自筆奏付やオリジナルのパート符も伝承されており、保存状態は極めて良好である。ミュールハウゼン時代の代表曲とされる106番と同様に聖家やコラールを寄せ集めて一連のストーリーを組み立てている。古詞となるのは神を王として崇め、慈しみを求める詩偏第74ペで12節から19節に、 かけてを抜粋した上で、若干の聖句や自由視を付加したものである。素朴なミュールハウゼン時代の作品でありながら、やはり死の行事に提供した曲だけあって、軍を抜く規模の大きさを誇る。オーケストラ編成は、トランペットさんとティンパニからなるファンファーレ軍、リコーダーにオーにファゴットからなる木管楽器軍。 弦楽器群の三群に、オルガンと、通奏低音が交代で伴奏を重ねていく。バイマル時代以後の整然としたコンチェルト様式には、達していないが、器楽による歌詞のないモテットとも言える、華やかな演奏である。合唱、トランペット三ティンパニリコーダーに覚えに、ファゴットオルガン、弦楽器、通奏低音、波長長、四、四拍子、神は、イニシエより、 我が王なり救く日を世の中に行なひたまへりの大合唱。前奏なしで合唱が、詩編第74四ン12節の前半を、ホモホニックに歌い出す。これが、第1曲の中盤と末尾に置かれ、詩編の後半はソリストによって、隙間に挿入される。合唱が、神と叫ぶたびに、楽器群が交代で、短い間奏を挟む。対するソリストは、前半部では、ソプラノ、 後半部ではテノールを軸にして、ポリフォニックに神の剣能の永遠を称える。ここでは、木管楽器群がオーボとリコーダーに分かれ、ファンファーレオーボエリコーダーの順に感想をリレーし、全体の伴奏は弦楽器群が担っている。テノールソプラのオルガン、通奏低音、補単調、4、4拍子、サムエルキした第19章35から37節を引用し、 退職者の労をねぎらう。普段の聖句は、ダビデへの随伴を断念し、故郷で余生を過ごす決意を述べた老神バルジライの別離の言葉。オルガンのパートは、テノールの歌をエコーするオブリガートと、演奏者の自由裁量に任されるリアライゼーションを言い聞きする。何故にのリフレインが頻繁に聞かれるが、これは遺留する、ダビデを振り切るバルジライの言葉を模したもの。そこに、ソプラノが、 ヨハン・ヘールマンのコラール、おおかみよ、汝、んなる神よ第六節を絡める。このコラールは24番の最後も飾っている。苦悩の生涯を誇らしく絶え、商用と死を待つ老後を進める、第六節を引用する。慰めと悲しみに満ちた旋律だが、通奏低音は誇らしく去る。者たちの足取りのように、かっこたるオスティナートを続ける。ソプラノアルトテノールバス、通奏低音。 伊丹町、長、四4拍子三次会に残留する長老たちへの励ましと今め。前半の激励は、新明記第33章25節。老人も、若者と変わりないことを宣告する。テノールを、先頭に、半音階混じりの風画主題を引き継いでいく。一方、主題を、創句や亭主で飾る今めは、創世紀、第21章22節から。 いかなるときも神は共にあることを明言し、激励と同時に自立を促している。この曲は厳格な純烈風画で構成されており、正確な作曲年代が判明していない、ミュールハウゼン時代のカンタータ4曲の作曲順を判断する一つの指標となっている。純烈風画の精度から13、131番、106番、71番、196番の 順に作曲されたとする説が定着している。バスオーボエにリコーダーにファゴットチェロ、通奏低音第1曲に続き、詩編第74編16から17説を引用する。宇宙に至る自然の摂理を創造した神の剣道を引用し、摂理に沿う統治を三次会に訴える。バッハが初めて作曲した明確なダカーポ形式の曲である。両端部の伴奏は、 ファゴットに乗せて前半を応募へ後半がリコーダーがリレーするパッセージの反復。バスは緩やかな加工音で宇宙想像から大地想像までの号を語る。大地の想像を語る中間部では木管楽器が沈黙してチェロの速いパッセージと通奏低音の歩行モチーフに支配される。バスの歌も創クや長大なメリスマ、三軒譜など華やかな技巧を 駆使するアルトトランペットティンパに、通奏低音、八丁調三、八四、四三、八秒終局合唱と共に、数少ない出典不明の自由視曲。戦乱の時にも街を守護する神の剣能を表す。冒頭の、大いなる力持ての句はビバーチェで歌われ、末尾でも二度反復される。通奏低音の二音符を受けて、アルトがこの句を宣言すると、 ファンファーレが方向して神の力を権限する。このファンファーレは現世の苦悩を語るためにアンダンテに転じた中間部でも同じメロディパターンで反復される。シンバッハ前週以前にはアンダンテに落とさずにビバーチェのまま突っ切る演奏や録音が一部見られた。合唱、オーボエニリコーダーにファゴットチェロ、通奏低音、破短調、4。 4拍子見た微編第74編からの引用。慈しみの永遠を求める19節で、歌詞にある鳩の声をリコーダーが模している。オーボとリコーダーのリレーによる伴奏の下で、足を止めるファゴットと世話しなくオスティナートを続けるチェロが退避される。合唱はおおむねホモフォニックな進行で、真摯な祈りを続ける。合唱は不意に終わり、アルトのパートソロが、 アリオソ風に死を朗唱して構想へ移り、曲を閉じる。合唱、トランペットサンティンパニリコーダーに応えに、ファゴットオルマン、弦楽器、通奏低音、波長長、4、4、3、2拍子目まぐるしく曲が変化する自由詞のフィナーレ。短い弦楽器の前奏に続き、ソリストが新政権を呼ぶ。すると3拍子のアレグロに変わり、機関群の伴奏を伴って、 新政権への期待を切々と述べてゆく。四拍子案ンテに戻ると、引き続きソリストは新政権に神の加護を祈願する。このパートでは弦楽器とオルガンも伴奏に割り込んでくる。再び新政権に呼びかけると、ようやくファンファーレを伴った合唱が、ビバーチで政権の私服、救い、勝利をホモフォニーで祈願する。伴奏は一旦エコーで消えかかるが、 三拍子のアレグロで曲は続く。通奏低音がオスティナートで感想をなし、ソリストを先頭に、ヨーゼフ一世の理念にかなう失勢を祈願した純烈フーガに入っていく。ソリストからパートソロへと主題が引き継がれ、ゴールはファンハーレ軍が担当して、フーガが完結する。またもビバーチェに転じ、テノールを中心とするソリストたちのアリオーソに入る。 ここでも伴奏三軍が割り込んで主張する。二度目の大合唱によって曲はクライマックスを迎え、弦楽器を覚えリコーダーの二音符用はねえのリレーであっさりと幕を引く。ありがとうございます。